越えたんだ。もう一つの夜明けをもたらす先導者として、この偽りの世界を終わらせるために。私たちが3歳まで囚われてたっていう。ろくでなしだ。半グレを率いてた時は狡猾に立ち回り、最悪のマフィアの片棒まで担ぎやがった。年端も行かないガキを誘拐し、骨の髄までしゃぶり尽くそうとして、やめたいと申してた仲間をマフィアの鉄砲玉に仕立てて恋人の元に帰れなくした。親父は権力志向の分かりやすい上級クズで、てめえのことは厄介者としか思ってやがらねえ。そしてディザイアはとっくに解散。汚ねえ栄光にすがることもできない半端もんだ。だがそんな最悪の野郎でも、てめえはてめえだったはずだろうが。 100% の悪人なんていないように、てめえだけの流儀もあったんじゃねえのか。たとえ裏の連中に頼るリスクを避けて虫のいい解決法を探したからだとしても、それでもてめえの親父がてめえのために必死こいて 4SPG を貼り付けてたようにな。そんな自分自身もしがらみも全部捨てて、おかしな世界に逃げ込みたいなら勝手にしな。どっちがいいかを決められるのも結局はてめえ自身だからな。ワンさん、綺麗事、妙にアマちゃんだとは思ったが、こんな野郎がアルマータを潰したなんざ、どんな冗談だよ。ったく。俺が潰したんじゃねえ、奴らが勝手に潰れただけだ。妙な力の反動で一気に来たのはわかるが、これだけは答えろ。しばらく弱る気を控えて、実家でおとなしくしてるつもりはあるか。クソ親父からの 4SPG か。どうせしばらく動けそうもねえだろ。大体どうしてこんな場所に来て、あんな妙な演説したのだって。危ない。下がりなさい。ああ、ちょっとチートすぎない？あんたとヨルダだけだったら今ので口封じ完了だったのにさ。イクス、ご苦労さん。ヨルダ、割といいところまで迫ってきてたじゃん。ま、実験の方は一通り成功、こっちの目的は無事達成だけどな。イクス、何を、一体何を言ってるの。てめえ、まさかとは思うが、この怪しげな宗教ごっこ、おじさんが噛んでるわけじゃないわよね。さてね、とか引っ張ってもいいけど、
すぐわかるだろうし答えてやるよ。破壊のおっさんは関係ないし、他のどの使徒からの要請でもない。ああ、刈り上げのじいさんのコールがうるさかったのもブッチしてやったしな。刈り上げ、まさか。なるほど、そっちの方は見えてきたけど。一つ言えるのは、もうあんまり時間がねえってことさ。だから僕もこうして動いてる。例の特権を生かしたバイトとしてな。そいつはアニエスの、いえ、イクス、待って、せめて話だけでも。話すことなんてないね。面倒そうなのが来たし、もう行くぜ。僕とお前は違うんだ。お前はお前で勝手に生きるんだな。なんならそいつに雇ってもらえよ。アマちゃんだし、押しかけ放題じゃね。っておい、行く。じゃあな、夜だ。あれが夜だちゃんの。ですが、今の遁光術は。ええ、普通じゃないわね。結社が使う転移技術とも違う。何の前触れもなく、まるで存在自体が消滅したような。そんなこと。どうして、なんで掴めないの。それどころか、さっきまであったイクスの気配の痕跡まで。落ち着け。なんかからくりがあるんだろう。おそらくあいつが持ってたあの白い何かあたりの。お前らだったら何か掴んでそうだがな、ルネ。ルネと呼ぶなと言っただろう。まさか先を越されているとはな。しばらく見なかったが、相変わらずの嗅覚じゃないか、バン。キンケイドさん、このタイミングでここに来たってことは。確か CID の。バレンティの時間の子息も含め、特に死亡者などは出ていないようだな。だったら我々が動くまでもない。すでに首都警察とギルドには連絡した。すぐに駆けつけるだろうから、そちらと後始末するといいだろう。それは。お前、つまり投げるというわけね。ちなみに君たちとの協定はかろうじて有効だから、構えなくていい。と言っても残り3日、それ以降は保証できないから気をつけるんだな。というと、例の打ち上げ日というわけね。散々引っ張ってくれてるけど。それまでこの異常な事態を完全放置するって腹みたいだな。お前らは。いいや、大統領とお前は一体何を考えてやがる。国家機密だ。これ以上私の口から言えることはない。そのくらい察しろ、アークライド解決事務所所長。4SPG 対象だけはこちらで引き取らせてもらうからな。好きにしろ。それと東方系の面々もそちらで引き取ってくれて構わない。私はこれで失礼するが、警察方面には一言口添えしておこう。感謝します。それではこちらも増援を。ルネ、一体何が。連絡した通りだ。あとはそちらの所長殿に聞くんだな。行くのか。どうするつもりなの。とりあえず一度戻るよ。状況を整理しときたいし、どうやら結社も結社でいろいろ動き始めてるみたいだから。
4SPG サンクス。いろいろ参考にさせてもらった。何か分かったらお礼に連絡する。そっちはそっちで頑張れば。っておい今の娘はまたしても懐かれたみたいじゃね。便利に使われたってだけだろ。それよりまたお会いしましたね。状況を整理したい。明日の朝事務所に来られるか。明日もいろいろあるのだけど、でもさすがに外せなさそうね。アニエスと一緒に伺わせてもらうわ。どうもお疲れ様でした。文句なしだな。私もらえるものはもらっとくけど。